はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズ、では続きをやっていきたいと思います。わりかしレベル上げをしてですね、まずグレーが魔戦士になりましたと。で、クリフが賢者で、シルクが聖女、クレアがファルコンナイトですね。あとダウンロードクエスト的なのはね、ちょっとやって、皇帝の槍とか、手に入れたので、そういうの装備させてます。聖なる槍とかも手に入れたのかな。ちょっとね、アルム軍も結構厳しいんで、なるべくこれ以上戦死者は出したくないんで、じゃあ行きましょう。ここで最後になるのかな、水門奪還戦。これがソフィアの水門、なんて巨大なんだ。そうですね、それだけに決壊した時の被害は計り知れません。一刻も早く開かないと。来たか、解放軍ども。お前がタタラだな。ああ、そうとも。そしてこれが新たなる我がしもべ。あの子。さあ行け、デューテよ。ドーマ様を恐れの愚か者たちに天罰を与えるのだ。お前のオーラで消滅させよう。オーラを使ってくるのかな。そうするとちょっとマップを見ましょう。魔法魔法、みんな魔法だね。デューテはちょっとな、さすがに生かしておきたいからな。で、この魔戦士なんですよね。魔戦士がまずね、この魔法防御プラス5っていうのがあって、あとさらにこの覇者っていうのが魔法によるダメージを半減するってあるんで、こいつはちょっと前線に出そう。でマチルダはそもそも魔法防御高いでしょ。でルッカはちょっと今回は前線には出せないよね。で他の人たちはね、まあ、弓だから後ろから攻撃するとして、結構魔法防御は高いんで、アルムがちょっと低めか。まあ配置的にはこれでいいかな。グレーとマチルダはもう前線に出そう。であとはクレア、どうかな、攻撃して。まあ大丈夫だね、この2人クレアでなんとかなりそうだな。あ、やったやったやった。よし、ここはクレアに任せよう。で弓兵だからじゃなくて、ファルコンナイトだからすぐ追っかけてこれるでしょ。僕に任せて。アルムも前に血を出して、ここはちょっと危険だからな、右に行くのは。でシルク聖女になって黒魔法もね覚えたんですよね。エンジェルが使えるのか。クリアは大丈夫なはず。行こうか。まあまあまあ、じゃあ左のこいつはもうこれで倒そう。バスに出てほしかったな。で、あとのこの右のやつらか。まずはエクスカリバーを使おう。できればなクリティカルで倒してもらいたいけど。弓で始末するか。当たってくれよ。よし、で回復できるときに回復をしておこう。ルカはちょっとな、固まっていくか一応。アルムどうしようかな。ここら辺に置いとこう。マチルダ攻めるぜ。来たねー、レベルアップ。
なかなか調子がいい。いやマチルダはねほんと強いっすね。上がり方も悪くないし。これで終了して、うおー、マチッカマチッカ、待て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 、ほら、クワハチか、よく耐えた。あー、回復しろ回復しろ、当たれ。よし、1かよ。まあいいや、これやばいぞ。こいつも結構魔法防御が低い方だからな。9、まあ、2回は攻撃されないか。俺なんか強くなってね。もう魔法防御とかねほとんど上がらないからね、ボーナイトになれる。ちょっと待って、マジこいつをどうするか。自動回復があるのか、いいね。そうか、アルム、アルムのさ手加減、これ手加減ってヒット1残すよね。これいいんじゃね。よし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 、これで相手はもう何もできない。さてこっから追撃しよう、こいつを。強い、クレアで、クレアも回復させよう。エクスカリバーで倒せればな、ほんと楽なんだけど。32番、よし来た。これでどう？行くよ。素晴らしかったよ。よし、エフィとかどうすっかね。ルカもなんかな、チクるのが怖いよな。まずはちょっと先にこいつで攻撃をしておくか。あー結構減るね。でもまあ死ぬことはないと思うけど。あ、そっか、こいつあれだ、イカメスの剣を装備してたんだ。そこからマチルダ外したか。でも1ってことはもう攻撃できないってことか。あいつは来たです。ちょっと待って、ですって何。お前たちなぞにこのタタラ様が倒せると思うのか。待って待って待って、もう何これ、事故るんじゃねえの。なんかなんかかわせ。こお銃か。あ、びっくりした、怖えんだけど。一回下げようこいつ。あいつ逃げてってるな。いや待って待って待って、銃、こいつの射程範囲がわからん。結構広い弓兵で、ここはまだ攻撃不能。とりあえずこれ倒そう。で、そいつをここから攻撃する。で、マチルダが攻撃を食らうけど、ファルコンナイト上に行こう。できればな、城壁の外から攻撃したいけど。いや死ぬなよ、マジで死ぬなよ。クリティカル率はゼロ。うわやばいやばいやばい。ああいつあそこに行くな。ちょっと待って、エフィーで足止めしよう。でここは別にあれだしね、ロビンとかさ攻撃して。あ、しまった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 、よくわかんないけど止めちったよ。デスの射程内に入ってしまったか。
チルダ、まずここを陣取る。ゼロ倒せる。クリアだったほら、そっか、デスでかなり減るんだな。うわ、2回攻撃はされないはずだから、おりゃ、よし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 、なんとかなった。何バカな、ドーマ様。おお、レベルアップ、めちゃくちゃ経験値もらった。ん、何かあったのか。そして1しか上がらない。金をゲット。あれ、僕こんなところで何してるんだろう。こいつ僕っ子か。どこ。いや、残念ながらリュウトは死んだ。あれ、これもしかリュウトいないと仲間にならないとか、そういうオチ楽勝だったな。あ、なんかリュウトがいないと仲間にならないっぽいな。あ、出てくんのかよ、こっちに。会話、あ、リュウトいる。あ、さっきの人たち。ねえ、これってどういうこと。僕、何にも覚えてなくて。僕、タタラに操られてたの。そうなんだ、ごめんなさい、迷惑かけて。僕の名前はデューテ、よろしくね。ねえ、よかったら力を貸すよ。僕も連れてってくれない。おお、仲間になるね。ちょっと兄のことは黙っとこう俺たちと一緒に行動してたっていうのは黙っとかないとねここら辺は特にないかな。これがあるか、マナーの草。じゃあ奥へ行きますか。水門の操作部。おじさん、水門を開けって。そりゃ無理だよ。先にミラの神殿の水門を開かないと洪水になってしまうんだ。ああ、なるほど。一応調べよう。飲み水、パン、他、あ、これは水門の歯車か、多分。なるほどね。ね、これ外に出ないとダメ。で、水門に行くのか。このまま行くとさ、いいやつと鉢合わせになるからな。一旦ちょっとこいつを倒そう。よし、じゃあ、スリカ軍もこっちへ行きましょう。まあ、スリカの、ね、軍もね、結構強くなったんで。ミラ神殿解放戦。念願のミラの神殿にたどり着いたセリカたち。しかし、そこで目にしたものは、ありし日の面影もない、変わり果てた神殿の姿であった。様の神殿がすでにリゲルの手に落ちていたというの。ミラ様はどうされてるんでしょうか。まさか。みんな早く中へ。ミラ様のご無事を確かめないと。あなたは。わしはドーマ教団の祈祷師ミカエラ。ミラの還元にすがる愚か者どもに
ドーマ様の偉大さを教えてやろうぞ。さあ、わしのガーゴイルの餌食となるがいい。みんな、気をつけて。あの人は祈祷師だわ。魔物を召喚する気を。お互い、あまり離れずに守りながら行きましょう。え、ミラって普通に会えるんだ。うわー、ここ魔物じゃなくて魔導士がいっぱいだ。で、こいつはさらに魔物を呼んでくると。とりあえず魔戦士こっちの方に置いとくか。準備は万全よ。セリカを前に出しつつ、セーバーも前に出していこう。こいつはトークできるね。やあ、セーバー。なんだ、ジェシーか。俺に何か？いやあ、あんたとは一度じっくり話してみたかったんだ。傭兵セーバーの話はあちこちで聞いたからね。ふん、どうせろくな話じゃねえんだろ。ご名答と言いたいところだけど、素性は怪しいけれど腕は確かだって話ばかりさ。あとは泣かせた女の話を少々。おっと、そいつは怖いな。パオラ、パオラは魔法防御はちょっと低い。エストが高いね。調子いいぜ。調子ならいいわよ。カッチュアもまあ高い方か。俺に任せとけ。幻影兵をどうするかだな。こっち魔法防御ゼロだし。あ、ソニア高いね。そしてソニアとこいつが話ができる。あら、小さいお嬢ちゃん。こんにちは。ちょっと逃げなくてもいいじゃない。私何かしたかしら。何もしてないですけど、ソニアさんみたいな人苦手で。まあ、ご挨拶ね。なんだかしら。言いたくないのならいいわ。悪かったわね。もう近づかないから。ぶっ倒してやるよ。こいつもそんなには高くない。おわ、なんだ。ああ、動く石像みたいなやつを召喚したかと思ったら普通のガーゴイルか。あれ、ここってどうなってんの。扉、え、どういうこと。これ、こっから左はいけないんだけど。馬止め、え、扉越し、え、どうやっていくのこれ。馬止めを破壊していく的な。しかもスナイパーありじゃねえかよ。ちょっとじゃあ、待って待って待って、ギリギリのところまで一旦行こう。弓兵前に出そう。最初の方は剣士系を前に出した方が良かったかな。こいつらは飛んでくると。強っ。誰かが私の噂でも知ってるのかしら。ボーナイト、おお、やるね。あとは当たらない位置から攻撃してこう。手やり強いんだよね。手やりもね、何段階か鍛えたからね、普通に攻撃力が高いんだよね。
戦士とか普通の攻撃がかっこいいんだけど、え、どうすればいいの？マジでこいつを倒せばいいわけ？倒せるかな？あ、扉があるね、扉。まあ普通の弓だったらなんとかなるけど、なんかな、集中攻撃食らいそうで、それはそれで怖いんだよな。せめてあの弓兵は倒しておきたいな。こいつ本当にめんどくさい。いや、いっぱい出てきた。まずこっからは無理か。この2歩っていうところかな。大丈夫だよな。攻撃力自体は弱い。で、扉を開けると。なるほどね、そういうことか。なだれ込ませよう。こいつもなんとかしたいんだよな。床20か。回復地点にいるわけじゃないから、どっかからな、チクチク攻撃できねえかな。こいつを前に出すのはちょっと怖いけどな。一応魔法防御7はあるのか。スライムって強いんだよね。きたー、このスライム。なんなのマジで。あ、そうそうそう、メイちゃんね、新刊になったんですよ。上級職になって。なんでなんとかミカエラを倒したいけど、まずはこいつが邪魔か。手あり。いや、結構食らう。仕方ない、普通にセーバーで倒すか。しつこいね。ま、これで確実に倒したな。かっこいいんだけど。弓でね、一発殴れればだいぶでかいんだけど。見切るのは得意なんだよね。こっから弓、よし、当たる。超減る。当たれば、そうか、なんか局者的なのはないのか。 68% 当たってくれ。よーし、あー、もう一発か。当たった当たった。この魔物は倒しておこう。で、回復ポイントにいよう。 69% か。多分当たれば倒せるんだろうけどな。怖えな。こいつはちょっと中に行けねえしな。魔法防御の高いこいつで行くか。 65% 当たれ。せいや、オッケー。
士を倒したところでもうどうにもならぬわ。レベルアップ。今日の私頼りになるでしょ。金金金貨。こいつもまあ魔法防御はちょっとだけ高いか。これはあれかな、射程に入らないとこいつは来ないのかな。これでやってみよう。来た。ここは反撃ができるんだよ。よし、こぼしたやつを別のやつでなんとかするか。セーバーの魔戦士とかマジ超強いんだけど。こいつが一番お姉さんなんだっけ。倒したな。マジで勇者の剣とか強すぎだろ。セーバー無双だな、やっぱり。ついてるな。魔法防御も上がったっていうところがめちゃくちゃでかい。でこいつはダメだ。狙える位置から行きたいんだけどな。こっから狙える。かわされたか。外から狙っていこう。もう他のやつは大丈夫じゃないかな。ここら辺から。なんか怖いは怖いんだよな。げっ、狙ってきた。馬止めみたいなとこさ普通に行けんじゃねえかよ。これやべえぞ。大丈夫か。セーバーで一人ずつ倒していこう。勝てないって。ああしんどいね。すまんね。君にだけしんどい思いをさせてしまって。1体ずつ確実に。あ、弓兵が来た。って言ってもね、別に防御力もあるからね。どけよ。どけよ。あんたも運がなかったな。いやー、ちょっとリカバーで回復してあげようか。助かったぜ。で、この弓兵を倒そう。ピューピューと。さて、終わりだ。いやほんと強えな。おお、めちゃくちゃ上がった。しかもやったわ。完璧な勝利じゃない。99のやつがわりかしいるな。勝ったわ。でも皆様の神殿、きっと素敵なところだろうなって楽しみにしてたのに。皆様本当にここにいらっしゃるんでしょうか。わからないわ。
とにかく奥へ行きましょう。何があったのかこの目で確かめないと。聖地奪還。多分もうこのまま三章が終わると思うんで、ちょっと行っちゃいましょう。とりあえず調べよう。袋とか木箱とか蜂蜜。歯車だけか。移動いっぱいあるね。ミラ心臓がここにあるのか。一応調べる。ここに蜂蜜があるね。あとは特になさそうかな。まあミラの心臓調べてもしょうがないと思うから、とりあえずクラスチェンジできるやつ、レオ、ボーナイト。しいでしょ。移動力がめちゃくちゃ上がったんだけど。あとはいる？いないか。でここは特に別に何もすることはないよね。会話？話し相手がいません。心臓調べるか。何もない。ミラノマホール地下1階。とりあえずホールに行くか。シスター、この神殿から北の地はドルクが支配しています。彼はドーマ教団の第一当主で、シリウを呼び寄せるんですって。足を踏み入れた者は頭から食われてしまうとか。あれ、こいつらよく無事だったね。グロタイル夫人、私は娘の病に効く薬を求めてはるばるこの神殿までやってきました。神殿を荒らされそれどころではない。ミラ様にもお会いできません。マナの草から作られた薬草のシロップ、娘の病気にはとてもよく効く。はあ、特にいない。なんか怒ってるものはないかな。いや、もうミラの前行こう。おい、誰もいないぞ。そのミラ様ってのはどこにいる？そんな、どうして神殿にミラ様がいらっしゃらないの？アンテーゼ様、イルマ、これはどういうこと？申し訳ありません、アンテーゼ様。私が囚われていた数年間の間に神殿がリゲル軍に襲撃されたのです。ミラ様は連れ去られ、アンテーゼ様のサークレットも略奪に遭い、もうここにはないと。ミラ様がリゲルに連れ去られた？それは確かなのですか？はい、ルドルフ皇帝が直々に乗り込み、ミラ様のお力を封印し、イズコカへ連れ去ったそうです。ルドルフ皇帝が。リゲル皇帝が我がソフィアで何を企んでいるのです？王の牙。この剣の意味するところ、ミラ様であればわからぬはずもありますまい。己、我らが盟約を破るか。ドーマメー。
すんだよ。この神殿にさえ来ればなんとかなるんじゃなかったのか。だからそれはミラ様がいた場合の話だろ。俺たちだってまさかいないとは思ってなかったよ。でもこれで大地が枯れた理由は分かったね。ミラ様の恵みがなくなっちゃったんだ。これからどうします、セリカ様。そんなの決まっているわ。ミラ様を取り戻しに行きましょう。取り戻すってどこに、どうやって。さあ、でもリゲル軍に連れ去られたのならリゲルにいらっしゃると思うわ。ちょうどここはリゲルとソフィアの国境よ。このままリゲルに渡りましょう。でもリゲルに渡って戦うなんて、今までの盗賊や海賊相手とはわけが違いますよ。もっと慎重に考えた方がいいんじゃ。考えたって答えは変わらないわ。ねえみんな思い出して、私たち何度も無理だと言われたことを成し遂げてきたじゃない。もっと自分たちの力を信じましょう。私たちならきっとミラ様を取り戻せるわ。この混乱に満ちた世界を救えるのはミラ様しかいないのよ。違うな。あなた。それはお前だ、セリカ。いや、王女アンテーゼ。なぜそれを。お前に渡すものがある。それはリプリカ様のサークレット。何ですって。なぜあなたがそれを持っているのです。今はそれを問うべき時ではない、セリカ。お前はこれを受け取る意思はあるのか。それはどういう意味でしょう。これはただの母の形見などではない。お前はソフィアの王女としてこの王冠を頭上にいただく覚悟はあるのか。私には国や世界やそんな大きなことは分かりません。でもここにいるみんな、そしてここにはいない大切な人を守りたい。他の誰でもない私の意志で、私自身の幸福のために。これは覚悟にはなりませんか。十分だ。ではこれを、王女アンテーゼ。はい。え、クラスチェンジした。ミラ様、慎んでお受けいたします。ヒットポイントだけしか上がんねえし。プリンセス。あ、とっても綺麗です、セリカ様。バカ、もうセリカ様じゃないだろう。アンテーゼ様。いいのよ、セリカと呼んで。でもこれからは私は自分を偽らない。それが困難を呼ぶことになるかもしれないけれど、それでもみんな私についてきてくれるかしら。しょうがねえな。誓ってやるよ、お嬢ちゃん。いや、王女アンテーゼ、我らの変わらぬ忠誠をあなたに。みんなありがとう。ミラはドーマ教団の司祭ジュダの手によって教団の拠点であるドーマの塔へ連れ去られたらしい。ドーマの塔ですか。そこにミラ様が。リゲルに渡るのなら賢者の里に住むハルク殿を訪ねるといい。きっと力になってくれるだろう。はい、ありがとうございます。なんかもう正体尋ねる気にもなりませんね。悪い人ではないし、私を思ってくれているわ。それで十分よ。でもなぜかしら、何か懐かしい気持ちがしたのだけれど。
神官がいるね。お城の人に聞いたのですが、生まれたアンテーゼ様を見てリプリカ様は決してミラ様にはお会いさせぬよう言われたそうです。あれはどういう意味だったのでしょう。ミラってさ、意外に気性荒かったよね。ルドルフはミラ様を連れ去るため聖剣ファルシオンでお力を封じました。おそらく邪神ドーマがルドルフに与えたものでしょう。ドーマの塔へ行けばミラ様を救えるかもしれませんが、神竜であるドーマを倒すことはファルシオンでなければ不可能です。この二人強そうなんだけど、普通に仲間にしたい。調べる。竜の鱗。何、竜の鱗って。ないな。地下へ行きますか。ああ、これであれが動かせんのか。そのサークレットはまさしくソフィア王家の紋章では、あなたが行方知れずだったアンテーゼ王女様でございますか。生きてお目にかかれるとは思ってもおりませんでした。ああ、水門でございますか。はい、今すぐ仰せの通りに。しかしアンテーゼ様、こちらの水門を開けただけでは水は流れません。西の水門も同時に開かなければならんのですじゃ。西の水門、それならばきっと大丈夫です。え、何か心当たりでも。アルムがこんな事態を放っておくわけがないもの。きっと水門を開けてくれます。そうでしょアルム。え、でこれはどうすればいいの。調べる。小さな歯車、奥へ行けばいいかな。地下2階へ。ダンジョンに入りますか。え、待って、え、どこへ行くの。経験の水。経験か。ああ、なるほどね、水があるから行けないんだ今は。じゃあちょっとアルムの方へ切り替えましょう。いや、一回出ないといけないの、そもそも。で、アルムで入ると。神殿の水門も開いたことだし、早速こちらも開くとしよう。しかし妙だな、ミラの神殿の水門を開けるのはソフィア王家のものだけなんだが。え、こりゃ生きてるって噂のアンテーゼ王女が現れたのかなんてな。アンテーゼ、水門を開けるソフィア王家のもの。そうか、セリカ、君が。理解が早いな。アルモとセリカの働きによりソフィア水没の危機は免れた。セリカは自分の運命を受け入れ、ソフィア王女として生きることを誓う。一方、セリカが王女アンテーゼだと知ったアルムはソフィアをリゲルの手から守る決意を一人胸の内で新たにした。しかし聖魂を持つ運命の子である二人に邪悪の手は再び迫りつつあった。おお、水門が開きおったか。これは行幸。あの小娘は
必ずミラを追ってやってくる。自らこちらの懐に来ようというのなら拒むゆえもない。どれ、わしが直々に出迎えてやるか。これで一応多分3章が終わるかな、というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。